すいません、少し落ち着いていただけますか。こちらには全く事情が飲み込めないのですが。どこまでしらばくれる気だ。姉上が孫悟に帰った。兄者を裏切り我らと戦うために。姫様が、まさかそんなことは。うちの軍師の手紙にあったんだよ。だから先手を打てってな。諸葛亮先生が。いえ、ありえませんね。関羽殿、張飛殿、やはりこれは何者かの策です。バカ。ならば一体。敵襲！敵襲です。こちらも敵襲です。どっちの敵だ。両方にです。